さてとやってきましたよ、新静岡駅ってことでね、いやすごい駅ですね。あ、ね、お決まりのね、はい、ターミナルね、やっとかないといけませんけど、とにかくね、2両の電車が今こういうのわーってね、出てきますけどね、ローカル鉄道あるあるのね、あの全然人乗ってきませんよっていうね、ガラガラですよっていうような、ね、感じでは全然ないですね、うん、2両編成に、もう立ち客もいっぱい出るっていう感じでね、駅もだってこれ見てみたら串型の2面3線なんですね、こんな感じね、あ、ちゃんとターミナルになってますね。あれはちびまる子ちゃんのかなんか言ってたりますけど、で真ん中は真ん中でね、こんな感じでねターミナルになっておるということで、あーターミナルってことね、面白いですね。砂で埋まっとって、石で埋まっとって、ここにターミナルがあるっていうのはなかなか面白い構造ですね。でこれは待合室と、ああこれは多分あれですね、あれ用に開放してるんですけど、あ、涼しい、あ、すごい涼しい。そしてなんかすごいのが飾ってある、レインボートレインズ、あ、そうですね、いろんな色の走ってましたよね、ファッションレッド、面白いな、ちょっと色の古いやつなんでね、ちょっと、あ、これで見やすいかな、ファッションレッド、プリティピンク、ブリリアントオレンジイエローに、フレッシュグリーン、ナチュラルグリーン、クリアブルーに、エレガントブルーなんですね、へえ、すごいですね、Nゲージかなみたいなね、やつで作ってありますけど、結構ちゃんと精巧に作ってあるんですね、へえ、面白い、車両がちょっと光ってますしね、へえ、あ、そして涼しいわ、ここいいな、あ、今からまた駅間散歩するのかと思うと鬱になってきますけど、面白いですね、こんな感じで毎日10分ごとにこう出てく感じですね、次は50分で、ね、出すと10分って感じで全部新清水行くと、あ、気をつけないといけないですね、行こうかな、チャージはこっちではできないですね、あ、なるほど、これはちょっと気をつけないといけません。 IC 専用なんてのもちゃんと用意してありますね、結構 IC 利用とかですね、よし、バッチリ通れた、へえ、綺麗な駅ですね、あ、エコインロッカーまである、へえ、中に入ってるのセノバ店、セノバ、あれ涼しいぞ、なんかこっちの方が涼しいぞ、あ、あ、これは涼しい、あ、これいいな、よし、あ、こんな風にこっちにも案内が出てるんですね、行き先までちゃんとね、お手元乗り場案内まで出てますね、へえ、そう、普段はいろんな行き先があるんですね、ここにスタッと出てます、新清水行き、湯の木行きなんてのもあるんだ、あれ、そう、湯の木ってね、こっちにあるんやね、面白いのが中沼駅であれなんですね、乗務員の交代とか運転手さんの交代をやってからそのまま吸っていくんですね、ね、あの、だいたい橋の駅でね、交代してね、折り返しとかっていうのが、よくね、セオリーはそういうのを見ますけど、うん、まあまあ、近鉄も結構例外がありますけどね、うん、やけど、ね、途中の中沼、あそこに車両基地とかいろんなセンターがあるみたいですね、あ、これで湯の木駅で止めて、そのまま車庫に入れるから。ってことなんかな、へえ、まあ、せっかくだからチャージしていきましょう、はい、へえ、駅前がそのままバスターミナルになってるんですね、へえ、いろんな方向に出てますね、つぶ宿幹線とかなったんだけど、お、結構とにかくね、利用者が多いのね、へえ、すごい、タッチパネルの路線案内、へえ、でもこのまま待合室があって、そのまま静岡駅で、 JR の静岡駅も室外にね、帰りはちょっと、あ、ちなみにそうだ、値段はこっから草薙までやったらいくらなんでしょうね、いくら、220円ね、覚えておきましょうね、220円と、営業時間もなんか変わってみたいやけど、とにかくすごい人、まあ、ここでね、もう食ってこうかなとも思ったんですけどね、ちょっとあまりに人がいっぱいだったんで、ちょっとここは避けて、ちょっと別のところに行こうと思います。で、これは、あ、信号がないんだ。すごいな。あ、楽天モバイルできてた。
で、駅前綺麗。やっぱ静岡の駅前やつ、やっぱ草薙駅と比べるといっぱいあるし、まあやっぱ、まあそれは静岡ですからね、静岡の中心ですからね、それは静岡市の中心というよりも静岡県の中心でもありますもんね。スクランブル。こだわり食パン。いろいろあるな。スクランブル。コンタクト屋さんやら、おしゃれな感じになってますね。何やろ、なんかどこの町っぽいとかって言えないですよね。まあまあいろんなところね、まあまあまあ歩いてますけど、なんか駅前いろんなものが揃ってますね。ご飯とカフェ、茶碗、お茶とタピオカ、あ、緑茶なんだ。あ、まさか静岡ですもんね。シュープラザはして、こっちにもいろいろあるな。で、ここは、あ、まさか屋なんや。入り口は閉鎖しております。あら、下を見たけど、あ、涼しい。地下から入り口ないな。デパ地下か。すごい、シュッてするだけでさすが百貨店ですね。さてね、松坂屋見てきましたけど、やっぱまあ当たり前ですけど、四日市市民の感覚でいくと、やっぱこっちが近鉄の駅前みたいな感じで、まあ、百貨店もあるんで、高座総道とかね、松岡の総菜とかトレー屋さんとかは、よく近鉄百貨店で見かけるようなね、テナントさんは基本的にやっぱこっちに入っとるんで、デパ地下って感じがしてますね。あとは百貨店というより、なんか百貨店とスーパーマーケットとか、なんかショッピングセンターのね、最近は百貨店が百貨店あんましてないですもんね、若い方が入りやすいようになるかな、そんな感じの私鉄の方前でしたけど、こっちはザ百貨店、まあ松坂屋ですから、そうなんですけど、ザデパ地下って感じのがあって、でこっちに JR の静岡駅ある。やっぱ、JR の駅も立派ですよね。それ四日市とはやっぱ違いますね、この辺りが。で、これ登ってったら JR の静岡駅で、そこはお茶屋さん。結構こんな感じで地下でいろんな入り口にわーっと分かれてくるんやな、面白い構造ですね。で、JR の静岡駅がこっちと、まあ登っていきましょう。そうか、静岡は新幹線乗り場もありますもんね。おー、すごいな。こんなガイドブックあるんですね、せっかくですからもらっておきましょう。ほんでは見ながら、こういうのを見ながらね、やっておくところはないでしょう。これ家に帰ってから見るっていうのがね、まあまあ時間があったらちらっと見ますけど。さあ、で、あ、そう、こっちは草薙までいくらなんやろね。草薙まで2駅で190円。あ、こっちの方がだいぶ安いな。190円やったら、ちょっと帰りはじゃあちょっと JR 使ってみましょうか。まあ、一日乗車券を買ってないときはこういうのもね、起点が効きますからね。で、ね、一日乗車券がなかったらどうのこうのって言ってますけど、結局トータルで500円ぐらいですもんね。安いですよね。ローカル線やれたらね、この前、養老鉄道で取ったときは1500円でしたっけ。で、アスナロー鉄道が、あそこは600円がちょっと安いですけど、一日乗車券ね。まあ、名所線はちょっとまた企画乗車券ですから別ですけど、こっちの方にもわざわざ案内あるんやろと思った。なんか今、静岡で揉めてますもんね。だからこういう風な感じで、ね、要は安全に繁盛してやってますよっていうアピールをここでしてるわけなんですね。なるほど。あ、なるほど。運転本数のイメージが増えてたけど、すごい。
静岡から今のぞみをねマックスで運用してるのを光こだまに変えるからその分静岡には泊まるから便利ですよっていう案内してるわけですね。なるほどなるほど、うん、そうなんですね。今の静岡駅がどんな感じかというとね、まあ、ここはもうね東海道新幹線のど真ん中ですけど、ね、運用を見てみると、まあ、大体20分に1本ぐらいはあるのかな、うん、1時間3本くらいの感じなんですよね。だいぶとね、やはり望みが止まる止まらないって差は大きいってことでしょうね。なるほど。ちなみに、そうですね、1時間3本ですね、こんな感じ。岡山行き、大阪行き、名古屋行きの1時間。ね、1本ずつっていう面白い。大阪、新大阪か。広島行きなんてあんの？あ、朝一は広島行きの光が。来るんだ。浜松行きなんてな、23時1分浜松行き、浜松行き、またマニアックな列車走らせてるんですね。そろそろなんか食いたいな。こっちはこっちは、こっちはこっちでなんかいろいろありそうですね。駅前もなんかでかい屋内出てるし、